お店を作ってくださいって言った時に必ずじゃあこれにしようかこんなことをやりたいのお前のやりたいことどうでもいいねと田舎ビジネスってめちゃめちゃ今可能性がある、はいはい、逆に田舎に行った方が絶対に利益が戻るし幸福度が高いと思う、うん、事業の作り方皆さんにね今から事業を作ってくださいどうぞって言った時にほとんどの方が作れないと思うんですよ事業って、うん、ね。だからそれをどういう風に作っていくか今から15分ぐらいでここはもうセッション終わりですもう絶対皆さんが今すぐに、事業を作ってくださいはい分かりましたっていうステップの手順が分かるようになりますで、うん、次に事業を作るのはいいんですよただ集客考えないとどうしますって話ですね、うん、だから集客の手順でこれを実際はですね実際の僕らが、運営してるお店であったりとか事業であったりとかそういうところの集客ってどうやってんのっていうところを全部裏側も全部見せてきますので、うん、これは本当にリアルな集客方法です、はい、黒い方法もグレーな方法も白い方法も全部公開するんですかあれを全部公開しますよあれをやっていきたいと思いますが怖えぞこれ大丈夫ですかでまず事業を作ってくださいって言ってじゃあ何の事業を作りましょうか皆さん今日は一緒にさなんか実際に考えながらチャットで皆さんなんかやるとしたらなんかこれとかってそうだね例えば、まあ、お店系がまあ楽だと思うからお店を想像しやすいもんねイメージしやすいように、うん、じゃあ飲食店とかにしましょうはいはいはい、はい、飲食店だとして例えば東村山にじゃあ皆さんね俺らの地元に田舎にそう村山に飲食店を出すとしてどういう風に出しますまず、何を出しますまあでも俺は居酒屋系だな焼き鳥とかまあそういうちょっと、うん、お酒に合うやつあ焼き鳥系 ね、なるほどなるほど地元にあったやん焼き鳥屋焼き鳥屋を出しましょうかうん、はい儲かりませんえ儲かりますね、まだ待ってまだ作ってないからいや違う作んなくても分かんねえなんでかってほとんどの人は今と全く同じなの何かっていやいやなんかお店を作ってくださいって言った時に必ずじゃあこれにしようかこんなことをやりたいのお前のやりたいことどうでもいいねと分かりますよねまずはそこに市場規模があるのかっていうことなんですよこれを一回皆さん整理して今から言うステップでまず俺の言った通りにこの動画が終わってもこの通りに調べてください、うん、まずですよ皆さん、もう業種ですでに儲かる儲からないって決まってるわけです例えば市場規模なんてもんは例えばお好み焼き市場規模とか焼き鳥市場規模とかググってみてください今、うん、そうするとほとんどの種類で全て出てきます市場規模なんてものは、Google で余裕で出てきますで例えばね焼き鳥だったら、大体2000億円ぐらいなんですよ、うん、市場規模がね、でお好み焼きだと大体1900億円ぐらいなんですよ、まあ、約2000億円です ね、うん、ねじゃあ焼肉ってどんぐらいだと思います皆さん焼肉は同じぐらいじゃないの同じぐらいじゃないですよ1兆2000億円あるんですよ5倍6倍なんですよそうです、ね、だから皆さんは焼き鳥屋やろうがお好み焼きやろうがなんかカフェやろうが 何やろうがいいんですけれどもまず市場規模を調べたね調べてここの6倍違ってくんで市場規模が、うん、なぜこれでもお好み焼き屋を選ぶなぜこれでも焼き鳥屋を選ぶねそれまずおかしいですよねまあもうこう見るとなそうだから日本の人口って何人ぐらいいるかっていうと1億人ぐらいいるわけじゃないですか、うんうんね、じゃあその日本の人口でさっきの市場規模を割ってみましょう1人当たりお好み焼き屋に今まで年間いくら使ったか皆さんお好み焼きお好み焼きに年間いくら使ってます年いやマジ1万ぐらいしかない分かんないけどそうですまあ、1900円なんで1億人いるとすると1人当たり1900円しか使ってないわけですよ、うんまあ、成人だとね子供たちとか払わないから成人だけで絞ると大体1人当たりでも4000円ぐらいしか使わないわけですよ年間に、うん、分かりますよね、うんはい、ただ一方で焼肉はね普通に市場規模を人口であると1人当たり約1万5000円使ってるわけですよ、うんうんうん、ありますよねでこういうふうに1人当たりの単価がもうすでに違うわけ、はいはいね、これめちゃめちゃ簡単ですよねこういうふうにまずは考えてください、うん、物事というものをビジネスを作るというところで、はいはいね、でじゃあ例えば東村山だったら3万人いるとしましょう3万人、うん、ってことはじゃあ約、まあ、2000円1900円から2000円が、1人当たり使う数って金額って言いましたよねお好みが、うん、じゃあそれを3万人にかけていくと約6000万円ぐらいが
あなたの東村山の証券になるわけですよ、うんうん、例えばお好み焼きを食べにわざわざ車で30分行く行かない行かない ね, ね車で10分ぐらいか15分ぐらいが限界ですよね。お好み焼き食べに、うん、行ってもそれぐらいだな。そうですよね、うん、でそれが多分あの田舎での証券だと思うんですよ、うん、そんな都会だと多分車で、あ、まあ徒歩で15分から20分ぐらいとか、うんうん、そんぐらいが証券になるんですよね、うん、そこの人口をかけたらその証券エリア内での市場規模っていうのが分かるわけですよ、うん、はいはいはい。でこれで言うと焼き鳥屋とかお好み焼きだと5900万円6000万円ぐらいしかない、うんね、でも焼肉だと4億5000万円ある。うわ、多くいったよ、ね、そうですそうですそうです。こういう風に見ていくと明らかにここに使うお金を使う人たちの規模が全然違うわけだから、うん、まずそもそもでお好み焼き屋とか焼き鳥屋とかやろうと思わないよね、うん、こういう風に考えていくとこれ見たらちょっと焼き鳥やめます。そう、イタリアンレストラン出したいんだよね、フレンチレストラン出したいんだよね、うん、何を出そうがいいんだけれどもまずは市場規模から考えると、うん、全然できないですよね、うんうん、そうだよね。だって成り立たないじゃん。でこれをもうちょっと細分化していくね、うん、例えばこの証券のエリアでもしおこの焼き鳥、焼肉屋が100軒あると、うん、100軒あるって言ったらさこれ450万円になっちゃうじゃん。100で割ったとしたら単純にね、うん、それはきついじゃん、うん、でお好み焼き屋は市場規模少ないけど1軒しかないと、そしたら狙えるじゃん、うん、ここに考えていくのはこの競合なのよ、うん、競合が何軒いるかでこの市場を取り合うわけだ、競合と、うん、でそこの競合を 4P 分析、ここで出てくるんですよ、うんうん、4P 分析をしてまずは価格と自社の価格と競合の価格勝てるのか、うん、ね、その次商品力だからメニューで勝てるのかで立地で勝てるのかプロモーションで勝てるのか、うん、こういうふうに考えてって4つのキーワードで何パーセントぐらいそれぞれ勝てるのか、はいはいはい、これを顧客配分率というものを割り出していくんです、うん、割りますよね。そうすると先ほど言いましたお好み焼き屋はこの市場に6000万円あります、うん、焼肉は4億5000万円あります、うんうん、大丈夫ですよね、うん、そうするとお好み焼き屋は40% ぐらいは、まあ、こっちが、奪えるだろうと、ね、うん、顧客配分率が獲得できるだろうという考えると年間で収益で2400万円ぐらいがお店で最大上がるんじゃないかというような予測値が立つわけですよ。ありますよね、はいはいはい、なると月間で言うと2400万円かける割る12だから200万円ぐらいになる、うんうん、だからどんなに頑張ってもどんなに美味しいお好み焼きを作ってもどんなに、プロモーションをしても200万円が限界になるっていうこと。ちょっと起業して200は読めないな。分かるよね。でもあなたは今自分のやりたいことから考えると、うん、こうなってる人がほとんどなの、はいはいはい、まずそもそもでそこの土地でどんなに種を植えたって意味がないですよ、うん、ね、そういう立地っていうものがあるわけ、はいはい、これが市場規模を考える一番大事なこと、うん、だから一番大事なことっていうのは、ね、お店を何やりたいとか集客戦略とかじゃなくてそこに腹をすかしたやつがいるか、うん、ね、それにお金を払うわけだ、はいはい、ね、で一方で焼き鳥焼肉屋、うん、4億5000万円、まあ、40% ぐらい獲得できるよね、うん、ってなったら普通に1億8000万円、まあ、月間収益で1500万円ぐらい、うん、これだったらいけるわけよ。まあ月1500か、だから1億いくもんね。そう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 、うん、だから何が言いたいかというとね、もう市場規模から考えるともうすでに業種とか何をやりたいですでにもう勝ち負けっていうのが決まっちゃってるわけ、うんうん、なぜかというとお好み焼きだろうが焼き鳥屋だろうが焼肉だろうが寿司だろうがもうすでに人件費であったりとか家賃は変わらないじゃないですか、うん、寿司屋だから家賃は高くなるとかじゃないじゃないですか、お好み焼きだから家賃は安くなるとかじゃないじゃないですか、うん、ありますよね。固定費も人件費だ、お好み焼きだから人件費はね1000円ぐらいでいけるけど焼肉屋だったら2000円出さないといけないわけないじゃないですか。ないね。ないですよね。だからもうすでにコストは変わらないわけですよ、どの業種を頑張っても考えても、うん、ってことは何で勝負しないといけないか、市場の選び方で勝負しないといけないんです、うんうん、ありますよね。例えばうちの焼肉屋、なぜうちがこんだけ焼肉屋を推してるかっていう話ですけども、うん、人件費約320万円なんです、家賃が160万円なんです、うん、で原価が450万円ぐらい、まあ約 32% ぐらいなんですよ、うんうん、で構成費雑費、まあ、70万円ぐらい、うん、で全部やると大体1000万円ぐらいなんですよ、うんうん、ありますよね。こういうふうに1000万円かかると
いうふうに分かってたら、先ほど焼き鳥屋をここの物件でできますか、うん、?1000 万かかってたら無理や。できないですよね。200万円しか収益上がんないんだもん。うん、焼肉屋だったらできるんですよ。うん、ありますよね。そういうふうに市場規模からまずは考えていく。これが本当に重要です、うん、皆さん。はいはい。大丈夫ですか、うん、はい。で、じゃあなんで寿司、ちなみに。お寿司って、5兆、4兆ぐらいあったんじゃないかな。お寿司って大きいのよ。めっちゃ大きいのよ、お寿司って。でも、なぜやらないかってところですけども、うちもね、まあ、麻布十番の料亭とかって、もともと寿司、藤永っていう、すごい有名な、麻布で一番有名な。結構味が美味しいって有名なんだよね。そうだよ。本当にあそこ一番有名なお寿司屋さんだったんだけど、うん、そこを買い取ったんですよ。で、うん、お寿司屋さんにすると思うじゃないですか。うん、ね、割烹料理屋にしたんですよ。これなんだか。ね、何かっていうと、お寿司って人的依存がめちゃめちゃあるのよ。うん、そう、それが本当に嫌だ。だから皆さんね、今起業して市場規模で選べって言ったんですけども、市場規模で選ぶのと同時に、しっかりとそのオペレーションが人的依存しないか、うん、これがマジ重要です。人的依存するオペレーションって、一生自分が TIM で働かないといけない、タイムイズマネーで働かないといけないようになっちゃうから。うんうん、ありますよね。だからお寿司屋さんは絶対しない。だから、まあ、焼肉屋にしたっていうことですね。うん、で、もしもすでに既存事業で、既存市場ではなくて、新しい、まるっきり新しい商品を作りたいと、サービスを作りたいと、はいはい、ね、これあんまりおすすめしないんですけども、もしそれでもどうしてもやりたいんだったら、うん、この市場規模の、割り出し方っていうのは、例えば、別講座でやってます。うん、例えばなんだっけ、お母さんの宅配サービスとか、今までにないようなものっていうのは別講座で、多分ウィーク1学期のウィークなんとかでやってますので、この市場規模を知りたい、算数法を知りたい方はウィーク1を見て、1学期を見てください。大丈夫ですね。まあ、とにかくこういうふうにして市場規模からまずは、考え出す。これ OK ですか、皆さん。分かりましたよね。 Google 割る、証券で人数を割り出す、競合割り出す、 4P 分析する、顧客配分率計算する、以上や。これだってどこでも調べれるやつでしょ。どこでも調べられる。そうだから前言ってたじゃないですか、なんとかの虎ってあったじゃん、うん、俺らがやるやつ、竹野内さんのやつね。そう、あれで、ホワイトニングサロンを奈良に出したって人、女の子いましたね、女性の方。そう、ホワイトニングサロンを奈良に出した、うん、ホワイトニング自体は結構もうすでに、まあ、乱立してるわけだから、うん、結構ハレーションが起こるわけですよ。あまり競合が多いわけですよ。でも、うん、競合が多いけれども、市場規模もちっちゃいけれども、奈良という土地では市場規模がちっちゃいけど競合がいないから今勝ててるわけだよね。うん、言ってたね。そうだから、そういう攻め方っていうのもある。だからさっき言った通りの事業の作り方をしていくと大体失敗しません。はい、でプレゼンをするとき、例えばね、なんかね、マネーの虎みたいななんか出てたじゃん、うん、ね、何の虎っていうんだよ、竹の虎よくわかんないよ。虎の壁だったかな。虎の壁も新しい。なんか虎を使いたかったね。はい、まあ、とにかくあれの、審査員で出たんですけども、俺あれを見てて全然この話し方が全くできてないなと思って、今回これを講義にしてるのよ。ほう。そう、もうね、何を言ってるか全くわかんないの、みんな、うん、もうこういう話し方をしてください。うん、OK ですか。はい、大丈夫ですね。そう、いないといいな、あの子たち。出たいないといいね。出た人たちがいたらやだ。そう、まあ、俺ら関係ねえから。やめろ。で、まず次、単価が高い市場。はいはいはい、ね、次、まだ市場の話なんだけども、まず一旦分かった、はい、やり方は。うん、で、単価が高い市場っていうのは、じゃあどうやって割り出すかってところなんだけども、これね、うん、面倒なことを選べば、大体負けないんですよ、ビジネスっていうのは。ほう、みんな自分のやりたいことを選んだりするじゃないですか、うん、そうじゃなくて面倒なことを探してみてください。面倒世の中に、ね、例えばあの薬のボックス、薬品のボックスってあるじゃないですか、うん、ね、あのなんとか製薬のボックスみたいな、薬が入ってるみたいな箱、うん、あの箱の印刷会社、包装会社って上場してないんですよ。なんでかって上場企業絶対やらないんですよ、うん、なんでか面倒くさいから。分かりますよね、うん、でもなんか 薬機法だったり、なんか表示の仕方だったり、色だったり、すんごい細かい規制があるのよ、あの放送会社にね。だから絶対みんなやりたくないんだけども、あの会社シェアトップ取っての400億あるの、上場してないんで、そんなにめちゃめちゃ儲かんない。なんでかって、これめんどくさいことを選べばっていう典型的な成功事例なの、うん、あるよね。だからまず
めんどくさいっていうのはこれが市場規模なんです実は、うんうんうん、だから先ほど焼肉と言いましたね、うん、お好み焼きと言いました。結構お好み焼きって家でやったりする人多いんですよ、うんうん、焼肉ってなかなか家でやる人いないんですよ。いないね。いないんですよ、うん、でお寿司はもっとやる人がいないからさらに高くなるんです。面倒だ。あ、なるほどね。外に行くしかないのか。そう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 。みんな何かしら自分では分かってないんだけども、何かしら物を買うときって頭の中でアンカーがあるのよ、うんうん、アンカーがあって何かと必ず比較をしてるの。だから定食や肉じゃがとかで1万円取るの 100% 無理じゃん。なんでか、うん、家で作れるから、うん、それがみんなのアンカーなの。でも焼肉家で作れないじゃん、うん、あるよね、なんか冷麺とかさ作れないじゃん、うん、だからあれに2000円でも払うわけ。はい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 、ね、お寿司なんてもっと作れないじゃん、うん、だからあれに1万円払うわけ、うんうん、面倒が多ければ単価が高くなってくる、うんね、だからみんな市場規模とかニーズとか面倒っていうのを違う話のカテゴリーのように言うんだけども、ニーズがなんだとか、うん、違うね、これが市場規模なの。うんうん、もうすでに市場規模とはニーズ規模であって、ニーズ規模とは面倒な規模であって、面倒な規模がイコール市場規模なの。これ全て一緒なの、うんうん、あるよね。でこれを絶対にみんながやってる方がこれなの。市場規模って自分のやりたいことね、うん、やりたいこと、楽しいことをやりたいね、それが市場規模になるわけねえじゃん。無理って書いてある。無理や。でかい文字でお前のやりたいことが市場規模ってなんやねん。わかるよね。そういう風な考えをこのなんとかの虎ですごい俺は感じたけど、はいはいはい、ね、なんか候補者が泣いちゃったじゃん、言い過ぎちゃった。お前一人ね。そうそうそう、だからちょっとあの時はこれもうマジで言おうと思ったんだけど言わなかった、うん、でも皆さんはああいう場面にね出た時に泣かされないようにこれをちゃんと分かっててください、うん、はいはいはい、はい、これがね、じゃあ俺がどういうことをやるかっていうのも今から教えていきたいと思います。マジですか。で、これめちゃめちゃ重要なのがね、うん、皆さん、田舎企業や。田舎企業？田舎企業。これ田舎企業って何かっていうと、うん、MAP 制でもね、いるのは保険の代理店とかさ。はいはいはい。で、保険の代理店って結局個人が、個人事業主が、うん、お客様のリストをにね、うんうんうん、ガーってなんか持ってるみたいな時代なんだけども、うん、結構そのリストが、まあ、その代理店の人が、おじいちゃんになってる。おじ、あ、元シードちゃってね。そうそう、おじいちゃんになってるの。はい、でその MVP の青年は今27ぐらいって言ったかな、うん、で若いね、めちゃめちゃ頭良くて、うん、そういうおじいちゃんからリストをくださいと、うん、もうそしたら僕営業加減で 30% ぐらいバックしますよみたい な、 うん、なるほどね、そういうことをやるのよ、はいはい、で、まあ、30% ぐらいあればおじいちゃんも生きれるから、うん、あ、いいよいいよ、動くよりかはマシか、そう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 、はいはいはい、そういう感じでリストを取るわけ。でそうしたらいきなり年商2億とか言ってたでしょ。すごいよな、本当なあれめちゃめちゃすごいよ、うん、だからそういう頭のいい企業ってあるし、うん、で田舎って、ここで言うと田舎ってめちゃめちゃ倒産が激しいので、うん、ほとんどの倒産理由って後継者がいない。わかる、はいはいはい、もう継ぐ人がいないのか。そう、飲食店とかさ、はい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 、あと田舎にあるカフェ、うちの群馬の別荘とかさ、うん、近くにカフェがあるのよ、はいはい、めちゃめちゃ儲かってんだけど、うん、おじいちゃんおばあちゃんが本当週に何日しかやってないの、うん、もう趣味でやるわみたいな、で毎日出るのも、うん、そういうところに行かしてもらえばいい。そうだな、わかる、うん、でそこでじゃあ週やってないよ僕やりますとか、うん、いやむしろもう全部任せてください、30杯入れるんでみたいな、はいはいはい、そんなのでやれば別にお金かかんないじゃない、うん、ね、それをわざわざなんか都会に来てなんか意味のわかんないイニシャルコスト何千万で、ね、うん、それでなんかね、リスクを取った起業する競合の多いところに頭突っ込むから、みんな田舎ね、そうそう、田舎ビジネスってめちゃめちゃ今可能性がある、はいはい、逆に田舎に行った方が絶対に利益が残るし幸福度が高いと思うよ、うん、それが一個ビジネス、今皆さんがもし起業するのであれば、うん、すごく可能性があるかなっていうふうに思います。それが1個目、うん、で、じゃあ竹花お前そんな言ってんだけどお前何のビジネスなんだと。そうだないうことだよね。で、まあ今僕のやってるリミグループのシステム開発事業とか、うん、そういうところは全部、まあ結構任せられるようになって、うん、今自分でリミコンサルティングっていう会社をね、新しく新しく作って、また従業員もゼロからやっていくというところで、はいはいはい、いや、すごいよな、まだやる、楽しい、もういいお金ですか。27歳でさ、あなた引退してみ何やんのって話じゃん。まあまあまあ、まあ、分かる。だからそれをねちょっと面白いようにやるって言うんだけども、これ何をやるかですよ。そうですよ、これがね絶対いいと思う。これがまあインフルエンサーって分かるよね、もちろんね。インフルエンサー、インフルエンサーって皆さんも聞いたことあると思います、うん、うちでもやってますもんね。そうそう、インフルエンサーのマッチング事業とかね、うん、インフルエンサーってインスタグラマーとかユーチューバーとか SNS で影響力がある人を、広告として使うとかね、うん、またそれをやるんですか。じゃあいや、それを
うちの授業もやってるでしょ。なあのバカなあいつやめろ。いつまでそのインフルエンサー授業やってんの。あなたですよ。俺も言ったの3年前やってたの3年前だから。まあまあまあそっか。もう旬が過ぎてるし、はいはいはい、まだその授業誰だっけあいつ。あの名前わかんないけど、あの授業部担当してるやつ、何お前ずっと同じことやってんのと思うぐらいなんか古臭いビジネスなんだよ。だから動画見ないで。いやそう、インフルエンサービジネスって結構みんな広告として考え、うん、まあまあそう、商品 PR して、ウームとかさね、広告をPR するみたいな、うん、これこのお茶美味しいんですよとか、はいはいはい、こんな感じで女の子が撮ってインスタにあげるとかね、うん、古いんだよお前らと。もうそんなの古すぎると。で今のインフルエンサーの可能性ってセンスなのよ、うん、でここが一個も持ってるアドバンテージで、もうそこだけがもうその子たちの魅力なの、うんうん、でこのセンスって一番これビジネスに必要なの、うん、で今の起業の仕方っていうのはこれも言うけども、その何かを自分で始める前に必ず、うん、ファンをサポーターを作ってみないといけないというビジネスだよね。だからそのインフルエンサーの子たちってフォロワーが多いだけなんです、うん、まだそれをサポーターに変えれてない、うん、でそれをサポーターに変えるためにっていう施策をこっちでコンサルして、うん、でそのサポーターに変わった人たちと、一緒に会社を作る、うん、一緒に会社を作る。だから普通インフルエンサーってさ、その広告で終わってるけども、その子たちが例えばコスメブランドのインフルエンサーだったら、うん、このコスメいいよって言うんじゃなくて、このコスメいいから自分で作りたいんだ、うん、で作るんだけども、その作ったものをフォロワーに対して売るんじゃなくて、うん、そのフォロワーと一緒に会社を作る、はい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 、っていうようなやり方よ。あ、だから一緒に、あ、だからあれラウンジみたいな、ラウンジ、そうそうそう、頭いい、そうそうそう、うん、ラウンジだって俺のね、あのインスタグラムで、うん、あのこういうラウンジやったらみんな面白そうじゃないみたいな、うん、ただフォロワーじゃなくなるよねみたいなね、そうだな、でみんなと会えるしって言ったら、その俺のインスタグラムから3000人だよね、うん、今ね、3000人ぐらいがその1人1枚払って、ショート1回だよ、1人1枚払ってショートの石部の一等地にあのラウンジドットかっていうのができてるんですよ。いや確かに、ね、一緒だじゃん、もうこれ一緒一緒だ。そういう風にビジネスを作っていけば負けないの、うん、何がいいかって、そのラウンジに俺のフォロワー来てくださいねって言わないじゃん、うん、なんでかってその3000人がサポーターになってくれてるから、うん、そのサポーターが俺の出資したラウンジがあるから来てる、うん、あの来てねみたいな友達をどんどん連れてきてくれるし、うん、その人たち同士がつながるから一個のハブになるのよ、うん、それがそのビジネスですごい美味しいので、ラウンジなんて普通1万2000円のコースが、あの出資してくれた方は1回5000円引きですみたいなね、うん、そしたら7000円じゃん、別に2回くれば元取れんじゃん、うん、っていうようなあの考え方がないのよ、うん、インフルエンサー、うん、確かにな、彼女だとか彼らってできちゃうのよ、うん、それがね普通に、だ力をちょっとちゃんと発揮できてないのか、力もうなんかね、自分が広告塔でね、なんか小銭稼ぎで5万円とかね、1投稿でとかそんなことやってるのもったいねえぞということで、まあまあまあ そうじゃなくて、その自分のファンをしっかりとあのファンと何かプロジェクトをやろうっていう時代なのに、はいはいはい、ファンを集客するんじゃないよ、ファンと何かをする、はいはいはい、ヨガの先生とかいい例だよね、うん、ヨガ教室だってさ、ヨガの先生ってさ、なんかヨガ教室になんか集客しようとしてるじゃん、うん、じゃなくてヨガ教室の先生で終わるんじゃなくて、ヨガ教室を作りますと、一緒にね、一緒に、それも一緒に作りましょうで、うん、その一緒に作るんだよ、でインストラクターを10人置いたっていいじゃん、一緒に作るでしょうね、うん、そういう風にやっていけばリスクもないし、なるほど、スピードもあるし、うん、長期的な集客にもなるし、何にも怖いことないよね、うん、っていうのが考えられてないから、確かに、でそれをウームとかやらないじゃん、うん、まあそうだな、広告で、なんでかって広告の知識しかないから、企業の知識ない、はいはいはい、そうそうそう、そういうところで、だからそれをあの今回リムコンサルティングで、その、まあ、インフルエンサーだけじゃないけども、うん、そういうふうにまずは集客媒体を持ってから、でその集客媒体っていうのを集客だけで終わらせないで、うん、サポーター媒体にして、うん、そこからお店を作るって以上で、なるほどね、そう、そしたら負けない、確かに、それがまあ3人1000人ぐらいだったらいいよね、うん、十分よね、サポーターが、ね、まあ、それでね全然、そうそうそう、まず集めてから、はい、それがまあ1つ目です、リムコンサルティングでやること、うん、で2つ目はもうやってることなんだけども、これは LGC だよね、うん、あのリムグローバルコンサルティング、はいはい、これあの日本の経営者ってなぜか知らないけども、なんか日本国内で終わってるのよね、ほとんどが、はいはいはい、マジなんかやべえなと思って、いや、やばいよやばいよ、だって俺起業した当初から絶対海外だと思う、うん、決めてたもん、なんでかってよく年商何十億とか言ってるやついるじゃん、うん、でもあの年商何十億って言ったとしても年商だから、うん、純利益なんて本当数億円のビビたるもんだ、残った金額ね、そう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 、うん、であれば海外で行ったらそれ本当十、うん、何億残るのよ、はいはい、だからね結構日本で手残りめっちゃ少ないよ、うん、もう全部税金で持ってかれるからね、だからねそこら辺がね分かんない、税務知識がない、うん、タックスノーレッジがないような経営者が多すぎて、
って、それが今回俺が意外だったところ、うん、あの自分で経営 の, あのビジネススクールをやっていて、はい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 、あなたそんなこと知らなかったんだみたいなことをめちゃめちゃいるのよ。だそれをあの俺が、ね、香港で本社を置いてどういうふうにグローバル展開してるかっていうのをノーレッジとしてコンサルして、まあ、それをパッケージ化するみたいな。そうすればまあ会社を香港に建てました、うん、違う国に展開できましたみたいな。でしかもタックスあのメリットも受けれますみたいなのをやれば、うん、普通に今より全然幸せな生活に残ってんだよね。で逆にそれはなんか日本にメリットないじゃんと思うんだけども、うん、ちげえと、お前は日本に家族がいて日本で将来的に住むんだろうと、将来的には日本に帰ってくるんだから、うん、ね、全然そういうことじゃないんだよって話。あ、はいはいはい、そう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 、だってデータじゃないか、ね、そう当たり前だって、日本だって海外の資産だって税金取るの、うん、しっかり、うん、あの個人になったらね、うん、そう、そういうことができないんだよね、うん、そうだからそこら辺 の, あの海外進出のコンサルっていうのを一個、うん、あのリムコンサルティングをね、はい、あのやろうと思ってますっていうのね、うん、だからまあ起業の仕方だよね、うん、あのお金がないからなんか起業できないと思ってるめちゃめちゃバカなやついるじゃん。うちだってさ、あの1円で始めてるでしょ、まあ、資本金は300万だけど、うん、ぶっちゃけ何もかかってないのよ、うん、ウェブサイトも自分、はいはいはい、でプログラミングも自分、うん、マーケティングも自分、撮影も自分、全て自分で始めるの、ライティングも自分、うん、やれることがないやつほどお金がかかんない、うん、だからスキルを学んでるってお金節約してるんだよ実は。あ、なるほどね、そう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 、最初にかけるお金、ね、そう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 、マジでできないやつほどすげえお金かかるの、うん、何かやろうとすると。だから飲食だってさ、建築の友達がいたら安くやってくれるでしょ、うん、むしろ自分ができたら、ね、めっちゃ安くなるじゃん、うんうん、確かに。そういうことよ、やれることをまず増やさないでなんか、うん、なんか挑戦しようとするからおかしくなる、うん、だから俺強いの、サラリーマンでやれることを増やして、ね、スキルをつけてベースのね、企業でこれから起業っていうのはやっぱりそれが一番強い。だから いきなりね皆さんが起業しようっていうのじゃなくて、うん、あのまずはスキルっていうのは絶対必要ですよっていうのは、うん、まあそれはね俺のあれ YouTube どんどん見てもらえれば作るみたいな、うん、Hey guys, what's up? My name is Sam. Thank you so much for watching this video. If you like this video, please hit the like button and leave us a comment down below. And if you want to enroll in the MUP College, simply hit the subscribe button and click the bell to be notified whenever we upload a new video.And if you want to learn more about the MUP College, simply follow Takehana's Instagram where he posts daily updates. All right, see you in the next one. Bye bye.